ップの時間。コップと TK ダクロブチのラップの時間です。こんばんは。8月7日日曜日、時刻は10時を回りました。この番組は C ウェーブ千住ハウス7階から11時まで放送します。番組へのコメントやゲストへの質問はこちらのユーストまたはツイッター、ラップの時間ハッシュタグをつけてコメントお待ちしております。はい、ということで始まりましたね。はい、今回からこうハッシュタグをつけて、今回からってわけでもないですか。そうですね、ハッシュタグをつけて、質問等あったらじゃんお願いします。はい、お待ちしてます。お待ちしております。はい、ということで、そして今日も BGM が流れるということなのですが、そうですね、BGM が前回に引き続きまたあるという、はい、今回から BGM は、いや、また今日の、はいはい、新規の BGM はなんか、はいはい、本日の BGM が流れるという、はい、はい、J 太郎さんのビートです。J 太郎ビーツから、はい、私のアルバムのインストなんですけど、はい、J 太郎ビーツが今回インストとして流れます。はい、素敵な音とともに。 J 太郎とはですね、春日部生まれ春日部育ち の、はい、ビートメーカーでございます。はい、よく一緒にいらっしゃるイメージです。そうですね、はい、週3ぐらいでご飯食べに行くんですけど、週の半分ほとんど一緒にいる。ジェタロービーツが今日は、はい、BGM ということで使われるということで、はい、はい、素敵なビートとともに、はい、はい、素敵な時間を、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと病み上がりなので、声がちっちゃい時が、最後声出てないかもしれないです、ね、喉から来たんですか。最後喉でした。あ熱から。あ、はい、熱からだったんですね、はい、夏風邪が流行ってるので、ご注意ください、はい、ということで、はい、はい、今日もよろしくお願いします。はい、早速では、早速ゲストの紹介に、はい、お願いします。はい、参りたいと思います。沖縄県沖縄市出身、高校生の時に先輩の KDT の影響でラップを始める。高校生ラップ選手権準優勝、ファースト098オーケストラ、セカンドライフウォーカー EP、 サードアドレスセンスリリース。現在上京し、東京を拠点に全国で活動中のルードアルファさんです。 Yep. 今日はライブからお願いします。お願いします。しかも空腹勝ち眺める水平線、感情の海の中を泳ぐ街角の中、探してるトピック、今日も Yes Motivation のリビザル、イヤホン装着、浜辺をウォーキング、過去にはソーリー、これは若さがゆえ孤独たしなみ、島の愛感じる、俺も前も同じ空も見る、海はなぜ青い、花はなぜ咲く、未だに答えならノーレスポン、自然体にベイベイ、時には丁寧、生きる的な痛みを知る、全ての記憶ゆっくり暇ほど、これを感じろ、フィルソンライス、それはいつもと変わらないまま、夕日落ちる様見つめてる、また好きさたら愛忘れたんじゃない、 Everything's gonna be alright、 風吹く雨降る太陽が差す、愛も変わらない、朝にありがとう、星屑が落ちる中に舞う、空は綺麗だ、お前は笑えてるが、時にスムーズ、時にルーク baby、 変わらずに愛を歌う、夢のように全ては過ぎ去っていく、不器用なままで明日の朝へ No problem、 一人一人それぞれのサイズ、過ぎゆく言葉にもありがとう、自由気ままに、彼女には彼女のルール、赴くままに果たして歩く、 I just wanna、 ただそれだけ、 My mind 汚れても咲き誇る、どこによと誰と世の先輩に、水平線の向こうに幸あれ、変わっていく風景、変わらない空、変わっていく運命、変わらない海、足を止めない秒針、街の提灯、やがて月夜に照らされ涙流す、
一日の終わり握りしめ、それぞれの居場所へ突き去ったら愛忘れたじゃない。 Everything's gonna be alright。 風吹く雨降る太陽が差す、愛も変わらない朝にありがとう。星屑が落ちる中に舞う空は綺麗だ、お前は笑えてるか。時にスムーズ時に look baby、 変わらずに I will die。 突き去ったら愛忘れたじゃない。 Everything's gonna be alright。 風吹く雨降る太陽が差す、愛も変わらない朝にありがとう。星屑が落ちる中に舞う空は綺麗だ、お前は笑えてるか。時にスムーズ時に look baby、 変わらずに I will die。 突き去ったら忘れたんじゃない。 Everything's gonna be alright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 。 Baby 変わらずに愛を歌うよ。 You can hold my mind。 場所は北千住シーウェブ、沖縄県沖縄市からルードアルファこと、まあ、スリープウォーカーっていう名前でラップやらせてもらってます。よろしくお願いします。今日は CUMTV、 ユーストリームを、ご覧の皆様、こんばんは。改めましてルードアルファと申します。ちょっと最近金髪にして、あの古谷健二に似てるって言われてちょくちょく調子乗ってきて、なんかその YouTube のコメント欄に自分の曲が、その上げた曲が次歌う曲なんですけど、なんかその古谷健二ドラゴンアッシュのパクリっていうコメントが来て、ちょ嬉しい反面若干気にしているので、ヘイトコメントは控えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。次の曲いきましょう。イエイイエイ。場所は北千住、もうちょいだけ音を上げてもらえると。いやー、うん、Life is so groovy、 命は揺れるだろう。 Life is so beautiful、 愛が溢れるよ。 Life is so for you、 あなたも笑うだろう。 Life is so in my heart、 その日まで歌うよ、yeah。 まあ時刻も夜の10時ということで、適当に揺れてくれた、まあ、画面の向こうでゆっくり聞いてくれたら。今日は北千住から東京、沖縄、どこでも関係ありません、yeah。人生って不思議だな、何億の奇跡が積み重なって、あなたと笑ってる、街悪いとは幸を描く。この手のひらの中はいっぱいで、失いたくないものばかりで、すれ違う交差点は時間のせいだと知ってるのにな。 I would 紡ぐモーニング、この街のメロディはスローリー、きっと急ぐことはないのさ、あるがままに、 yeah。 光のあるその先に溢れるこの愛を運ぼう。故郷言葉も超えたとこ、終わらない夢とどこまでも。 Life is so groovy、命は揺れるだろう。 Life is a beautiful、 愛が溢れるよ。 Life is a for you、 あなたも笑うだろう。 Life is a in my heart、 その日まで歌うよ、 yeah。 今日は美味しい焼肉屋さんに連れてってもらって、その帰りなので別に何も言いたいことはないですけど、ゆっくり聞いてください。ワンツー。場所は北千住、 Life is。 変わりゆくこの風に乗り、あの淡い空を見つめれば、命を燃やそれらの姿が浮かぶぜ。きっと同じとこへ帰る時に、歩いた道なぞり歩くのさ。大地と命が混ざり合い、やがて愛になり空に舞う。雨降るように、風吹くように、太陽が胸に差し込むように、花咲くように、鳥が鳴くように、この島の海が深く青いように。誰かの愛に、誰かの笑みに、誰かが流すその涙に、誰かのそばで、誰かの音に、名前も知らないあなたのために。 Life is a groovy、
命は揺れるだろう。 Life is beautiful 愛が溢れるよ。 Life is for you あなたも笑うだろう。 Life is in my heart その日まで歌うよ。 Yeah I gonna give you my life When you are happy have fun Guess I ain't get my heart I always be your side for music Time earned it easy to slew Life's in my ear side Being your love side ever I gotta sing a song for life ヤーマン、ありがとうございました。沖縄県沖縄市よりルードアルファでした。ピースワンラブよ。ということで、はい、はい、ルードアルファさんライブから始めていただきました、はい、じゃあ早速呼び出して、はい、ちょっと、あ、そうですね結構もう PV にも上がってる曲で、はいはい、もうなんか、はい、北千住、はい、ここからちょっとビル群が見えるんですけど、はい、ビル群を見つつもなんかすごい自然の空気に包まれ、はい、ちょっとまったりしちゃいましたね。すごい見えちゃいましたね。ほっこりしちゃいましたね、はい、隙間から、はい、上と下になって顔を並べて今そこから見てましたけどそうですね。そろそろ大丈夫ですかね。じゃあ、はい、早速呼び出してみましょうか、はい、今すごい素晴らしいライブをしていただいたルードアルファさんです、はい、どうぞ。お疲れ様です。どうぞどうぞ。ちょっとライブ中めっちゃトイレしたくて大丈夫ですか。おしっこの音入ってないですか、ね、いや呼び出そうとしたらちょだいぶ申し訳ないです、はい、新しいようこそ北千住へ、はい、申し訳ないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやなんか TK さんだけだったら大丈夫だったんですけど、なんか女性の方もいる前でなんかションベンの音を配信してしまうっていうそれはもう現場でしか、現場限定のあれになってるんで大丈夫です。ございますよ、はい、大丈夫ですということで陽気な感じで始まっていきましたね、はいはい、じゃあまず、はい、もう早速、はい、ね、掘り葉掘り、そうです、ね、掘り下げてよろしいでしょうか。あ、もうよろしくお願いします、はい、ということでまずじゃあ名前の由来とか聞いてみますか名前の由来ですか、はい、結構その名前の由来行った時になんか若干みんなに変な風に言われるんですけど、その名前の由来が、はいはい、昔ちょっとなんかその遊んでた子がいて、はい、結構その女の子なんですけど、でその子がなんかその僕その子のことめっちゃ好きで、はいはいはい、でなんかそのその子がなんかその俺ちょっとラップ始めようと思うんだけど名前が全然決まらないんだよねっていう話をした時に、ほうほうほう、じゃあなんか考えてあげるよって言ってルードアルファって急に言ってきて、えあ、じゃあそれで行くわって言ったのが始まりだったんですよね。はあ、はあ、めちゃくちゃ唐突ですよ。そうですね、はい、もうなんかその急にもそれそういう感じでルードアルファってなって、でなんかその後ぐらいにその子のことめっちゃ好きだったんですけど、結局遊ばれてちょっと捨てられてしまって、あ、それちょっと悲しいストーリーがあって、はい、でも最終的にちょっともうこの名前であのもうお前が俺を振ったこの名前で上まで上がってやるっていう、おあれでラップしてたら今こうやって東京の北千住にいるって感じですね。あ、いるっていう、はい、はあ、すごい男気あふれる見返しやる畜生という感じの、まあそうですね、まあ行ったらちょっとめめしいって感じにも捉えられるかもしれないですけど、いや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 、そんな、じゃあその時ラップ今始めるってさらっとありましたけど、はい、どんなきっかけでラップと出会って、はい、いや自分でもうマイク掴んで歌いたいってなったのはどういったことがあったきっかけなんですかね。ラップ始めたきっかけはなんかそのこの地元の先輩にその KDT っていう先輩がいて、はい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 、僕
僕それまでずっとその中学校3年生2年生ぐらいからずっとダンスをやってて、はいはい、でそのもう元々本当にダンサーだったんですけど、その先輩の KDT ってやつがなんか元々高校生ラップ選手権とかそういうラップの存在は知ってて、はいはい、まあ、エイトマイル見たりだったりとかそういうので知ってたんですけど、うんうん、その友達から今度高校生ラップ選手権出るやつがいるからちょっと来いよって言われて、公園にいつも溜まってる俺がダンスしてる公園なんですけど、はいはいはい、でそこ行ったら急になんかその全然俺別にそいつが KDT っても知らなかったのになんか急にフリースタイル仕掛けてきていきなり仕掛けてきて、はい、なんかその当時その KDT はその B キャップかぶってやつは全員フリースタイルなんかラッパーっていうあれがあったらしくて、そういうもうかぶってたらこいつラッパーだろうみたいな、はい、なんか俺もなんかバイト帰りで、はい、まあ、もうすごくダサいんですけど、その後ろになんかバイトの青いなんかよくわからんポロシャツみたいなのになんか B キャップかぶってなんか暇だなと思いながら歩いてたらもう急にフリースタイル仕掛けられて、はなんかこいつってなって、はいはいはい、でとりあえずなんかフリースタイル仕掛けられたからどうしようってなった結果、俺もうるせえデブお前誰だよみたいな感じでちゃんと答えられた、そうですね、でなんかその時になんか俺が8小節蹴れてたらしくて、はい、なんかお前明日からラッパーなって言われてなんか漫画みたい、すごい、なんか次の日から俺もなんかそのサイファーの場所になんかあんまり気が乗らないままそのそこに行ってなんかサイファーし始めてっていうのが始まりだったっすね、はあはあ、それがまあラップを親しむというか自分の中でラップをし始めるなんかきっかけっていうか、そうですね、きっかけはそれだったっすね、すごい、きっかけっていうかもう人がもたらしたきっかけですよね、なんかそうですよね、自分でじゃないですよねでもまあそのもう決心ついたのはそういうことがあったんですもんね、いろいろあってっていうので、まあ、きっかけはラップし始めたっていうきっかけは、はい、そうですね、ラップし始めたきっかけはもうやっぱその最初はもう仕掛けられたから始まったってことですよ ね、 あすごい、やっぱそのダンスでもそのバトルとかあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱバトルとかダンスも出てたんで、そのライブなんかラップしたことないのになんか急になんかそのお前の B キャップみたいな感じで言われたからはなんかこいつってなってでもそもそもお前誰だよみたいな、痩せて物言えみたいなこと言って始まったっすね、はあ、そのダンスっていうのはもうどういうきっかけで、ダンスもでもそのなんか僕ちょっとその中学校の時とか別にその地元の友達とかみんなヤンキーになっちゃって、はい、僕別になんかそのヤンキーとかにはならなくそのもうそもそもまあ一応バスケットとかしてたんで、はいはい、結構普通な感じだったんですけど、その中学校の頃って結構なんか変な何ですか、好奇心みたいないっぱいあるじゃないですか、結構そのこの配信で言えないような別に犯罪まがいでも犯罪でもないんですけどちょっと言えないような、うん、その好奇心のなんかいろいろ想像にお任せでいろいろ想像があっていろいろやってしまってて、でそんな時になんかそのもうそういう遊びも飽きたなっていう頃に、まあ地元のなんかそのダンサーとか溜まってるようなところに、はい、たまたま本当にフラッて通ったらそうダンスしてる人がいて、はい、でその人に声かけたらなんか見てあめっちゃかっこいいなと思って、それ声かけて自分からなんかその普段自分から声かけたりとかないんですけど、その時はなんかその勇気出して結構声かけたら、うんうんうん、なんかじゃあ俺が教えてあげるよってダンスも始まった感じで、もうその普段声かけないけど声かけるぐらいなもう何かビートくる何かがあったから一歩踏み出したみたいな、直感っていうんですか、なんかダンスめっちゃかっこいいなと思って急に自分でもあんまりわからないままに声かけてて、じゃあもうほんと目で見て感じて入ってったって感じなんですね。あんまりその意味もなく、そのメディアがうんぬんとか、まあ、テレビは見てたかもしれないけど、はい、基本的にはその街中で起こってた出来事にやられてどんどんのめり込んでったっていう、そうですね、なんかその誰かがやってたから、なんかその例えば誰かがテレビでやってたからとかそういうのじゃなく、なんかただ目の前にあったからあなんかいいなって感じで、ラップも多分ダンスもそんな感じで多分始めたと思う。じゃあすげえ自然体な流れでこのカルチャーに入ってったっていう、そうですね、多分話を聞くと。音楽自体はもともと結構そのダンスやる前からヒップホップとか聞いてたんですか？そうですね、ダンスの時はもうあんまりもうダンスがそのロックダンスっていうジャンルで、はい、その例えばそのファンクとか、はい、例えばジェームズ・ブラウンとかだったりとか、まあ、そっち系のなんかダンスあの音楽をずっと聴いて、ソウル、ファンク、ジャズっていう、だからそういう系ので踊ってたんで、あんまりヒップホップの存在っていうの知らんくて、あずっと そっち系を聴いて、なんか高校時代バカみたいに騒いでるやつ見ながら、なんか俺はお前らと違うからみたいな感じの天の弱選手はありますから、天の弱だったっすね、はい、じゃあその
最初にもうヒップホップそういう天の弱な中でも、はい、やっぱ今ラップやってるってことはなんかヒップホップにピンとくるものがあったとは思うんですけど、はい、最初にこれがヒップホップやべえなと思った曲とかってどんな曲だったり人物だったり、はいはいはい、ヒップホップで多分なんかそのやべえなって思ったのはあの鬼さんのなんかその精神病室っていう曲を初めに聴いてでなんか極相っていうアルバムがあるんですけどそれでなんかそのまあおもちゃとかそのおもちゃってあの風俗の歌なんですけどなんかそれ聴いてまあ別にそのここで言ってたとかは言わないですけどなんかその自分に通じるものがあってあめっちゃやばいなってなってなんかそうですねいろいろヒップホップは聴き始めたりで結構言葉の生々しさからそのヒップホップに入ってったっていうそうですねところもあったりメロディーっていうよりかもうメロディー的にはジャズとかファンクが好きだった、はい、この言葉の生々しさからその、はい、じゃあもうある意味超エリートなもう踊って体でまずジェームス・ブラウンだったりのファンクを手にして、はい、でそのお兄さんのワードに触れてやられて、はい、あじゃあもうすごい中で行き着いたっていう、エリートとかそういうのでそうですね、それちょっと語弊あったかもしれないですけどドクターベッパーいただきます。はい、ドクターベッパードクターいただきます。ドクターどれいただきますか。ドクターベッパードクターベッパーでここでじゃあちょっと一つまあプチプチ挟んでいっていいですか。はい、はい、ここちょっとまあハッシュタグラップの時間に質問が一つあったので、はい、ここでまあリアルタイムに一つ、はい、あの質問ですね。はい、バルバンマンさんから、はい、ルード君がルードアルファさんが東京に上京してくるときに、はい、これは絶対持っていくって決めて持ってきたものは何ですか。持ってきたものですか。あその僕があれですね東京から出るときに持っていくって決めたっていうものですか。まあ、上京してくるときに沖縄から持ってくるっていう。ああでもなんかそのなんかちょっとまあ淡い考えなんですけど、はい、そのまあいつでも帰ってこれるようにって思ってほとんどその物っていうのはあんまり向こうから持ってこなくて、でもやっぱその音楽好きだったんでなんか探偵とかは結構持ってきたんですけどなんかその探偵をやっぱ持ってきてでもその探偵がその肝心の接続部分のそのケーブルの部分忘れてしまって上京して大体4ヶ月経つんですけど未だにまだ探偵で音楽聴けてないっていう状況ですね今。じゃあこれといって決めたものは持ってきてないということで質問の答えで。そうですね。あとはなんか家族の写真とか。ああいいですね。素敵。なんかなんかよくわからんなんかじいちゃんからなんかもらったなんか手紙みたいなとか、そういうのは持ってきたんですけど。そうですちょっといきなり話はしょりすぎたんですけど、はい、一応そうですねそのいきさつ的にはラップを始めて沖縄で活動して今現在上京してきたということで。はい、そうですね。じゃあその沖縄の頃からルーツをたどると初めてのライブっていうのはどんな感じだったんですかね。初めてのライブはその行ったらもうちょっとアンダーグラウンドな感じでなんかその地元の同級生がやってたイベントにめっちゃちっちゃい本当にもうちっちゃいクラブででそこでやってそうですねやっぱ そいつらの友達ばっか集まるんで、はい、その時僕もなやっぱそうやって名前もないじゃないですかで出てなんかそのライブしようと思ってライブしてる途中になんか曲飛ばしてしまってうわどうしようってなってもうマイクを置いて踊ったんですよ。いや俺それすごい新しいあの曲飛んで今俺フリースタイルしたっていうくだりが来るかと思ったら、はいはい、踊ったっちゅう。いやなんかもう曲飛んで、まあ、とりあえずどうしようって思ってそのなんか適当にこんな感じで踊りまくってみたいな、はい、むしろこっから踊るんだぜぐらいの感じで。うわーすげえ、まあ、それすげえ、まあ、そこはなんとか乗り切ってって感じで。当時それが何歳の時の出来事なんですかね。それはラップ始めたばっかりだったんで多分16ぐらいの頃だったんですね。あ16ぐらいの頃にだサイファーその下のも16ぐらいの頃16ですね。でそこからフリースタイルし始めて曲が飛んだってことは曲を書いてライブに臨んだっていう感じで。そうですね、うん、そんな感じで。それでリリックが飛んで踊ったっちゅう、はい、すごいですね。綺麗に全部飛んでしまって、あすげえな。よくやっぱリリック飛んでフリースタイルになっちゃったんですよみたいなことはよく聞くんですけど、はい、踊ったっちゅうの初めて聞きましたね。まあ、いろんな意味でもルーツがバーンと出た。あそうですね。なんかその時ちょっと生きててなんかやっぱそのなんかよくわからんブーツみたいなとか履いたりしたりとか。よくわからんブーツよくわからんブーツ生きてるとよくわからんブーツつながりがやばい。髪の毛になんかラインみたいなの入れたりとか結構生きてたんでなんかそういう感じで踊ってなんか今思ったらめっちゃ恥ずかしいであるっすよね。そうなんですね、はい、
それではちょっと沖縄で、うん、そこからやっぱ自分自身はルドクのこと知ったきっかけは高校生ラップ選手権で、はいはいはい、そこに出るに至ったきっかけってのはやっぱフリースタイルの延長線上でっていう感じなんですか。あー、セッションとかのそれはなんか単純になんですけど、その僕高校生ラップ選手権の予選受けて1ヶ月前まで、はい、そうほとんどラップやってなくて、はあはあはあ、結構その僕結構そのなんていうんですか飽き性なところがあっていろんなことで好奇心がやっぱラップやってはいたんですけど、うん、いやなんかダンスの方が楽しいわって思ってしまった自分がいて、はあはあ、大体多分ラップ始めてほんと半年ぐらいにはもう俺ラップやめますみたいな感じで、その先輩の KDT にも行ってやめてたんですけど、そのなんかのきっかけでなんかそのなんか KDT にお前ちょっとラップしようぜって呼ばれて、なんか呼ばれてなんかそのラップしててなんかもう一回やってみようかなっても気にもなってたんですけど、いやでもなんか普通にダンスの方が向いてるしなみたいなのもあって、で別にそれとは関係なくちょっと俺東京になんかその旅行とか暇だから行きたいなと思って、はいはいはい、でその時全然お金なくてその親に借りようって思ってても遊びに行くから貸してって言っても絶対貸してくれないじゃん。まあそうで言いづらいですねそれは。ちょっとって考えた時にあ高校生ラップ選手権でオーディションを受けに行くってよって思ってじゃ高校生オーディションのあ高校生ラップのオーディションを受けに行くからちょっとお金4万円貸してくれないかっていう話してじゃあもうまあいきなりだけどなんか頑張れみたいな。でもお前あんたこんなってやって受からないと思うよってずっと言われて大丈夫大丈夫余裕って言ってで受けに行ってそしたらなんか受かってしまってみたいな感じになったっす。すごい。じゃあいい言い方悪いかもしれないですけど建前的にラップ選手権でこう遊び、オーディションオーディションを盾に東京に旅行に来てまあでもしっかりそこでバッチリ結果残してきたわけですから。お母さんびっくりじゃないですか。そうですね。なんか最初らへんめっちゃなんかあんたほんと4万円返しなさいよみたいな感じだったのになんか受かってその高校生ラップで準優勝したってなった時になんかそっから俺がなんかやっぱ言うことに対してなんかちょっと頑張りなさいみたいになって結構理解をもらえるっていうか。泣いちゃう。お母さん泣いちゃうそんなの。そうっすよね。母視点から見るとホップさんのすごい。じゃあもうそういう感じでどんどんこうがっつりやってきてっていう感じなんですね、はい、そうですね。なんかあここでちょっと新しい質問がまた来ていますのでプチプチ挟んでいいですか。はい全然全然。はい一人チャンさん、はい、チャンでミキナチャンミキさんから、はい、ルード君が曲作るにあたって心がけていることは何ですか。あでもその曲作るときはその僕はその主になんて言うんですかねやっぱメロディーとかもやっぱ大切ですけど、はい、最初はなんかその曲に対して何伝えたいかっていう言葉とか結構重要視してるかなっていうか、はい、あとはメロディーで人が聞きやすいような感じで、まあ、その聞いてる人が耳に入ってきやすいプラスなんかその言ってることも分かるっていうのがやっぱいいですよね。その自分のことを歌うっていう曲ももちろんあるんですけど、はい、今は自分の曲歌うっていうよりか誰かが聴いてなんかその共感できるみたいな曲を作れるように心がけてます。いいですね。もう一件おっときましたね、はい、またプチプチ挟んでいいですか。あ大丈夫です、はい、どうぞですね。いつも服はどこのお店で買っていますか。第10回高校生ラップ選手権、はい、優勝してください。見に行きます。応援してます。ホダキウェイさんからの質問です。ああホダキウェイさん、はい、服でも結構そのやっぱなんか服とかどこで買ってるんですかとかやっぱ聞かれるんですけど、はい、本当になんか地元に売ってるような小汚いなんかリサイクルショップみたいなところで地元って沖縄どこですか。沖縄帰った時とか地元なんかその沖縄のリサイクルショップ、はい、リサイクルショップとかでなんか小汚いなんか小汚いでも、まあ、ルード君が着れば決まるから、まあ、ある意味サンプリングセンスというか、うん、でもなんかそんな掘り起こしてきて古着屋さんってことですか。そうですね。あんまおしゃれとか興味なくて、うんなんかもう普通に手に取ってうくさみたいな感じの洋服とかが買ってなんか来てなんかインスタグラマーにちょっとそれっぽくあげてみたいな息を吹き返すんですね。そうっすね。サンプリング精神ということでちょっとおしゃれぶってるっすね。なんかじゃあまあ今のところそうっすね。なんか沖縄で買ってる。沖縄で買ってる。やっぱ結局なんかやっぱいろいろ高い洋服とかあるんですけど、まあもうほんと無難なのはユニクロとかまあリサイクルショップだなと思ってるっす。ありがとうございます。まあ、こんな感じでガツガツ質問を、はいまあ、1つ目の質問であったその曲を作るにあたって意識してるということがいろいろ聞けたということでここでそろそろじゃあその曲とはということでさっきライブもやってもらったんですけど、はい、次はミュージックビデオが、あ、はいはい、今日持ってきていただいたということで、はい、じゃあ早速、はい、ミュージックビデオじゃあもう、はいはい、見ていただきましょう。水平線の向こう、はいはい、ご覧ください、はい、どうぞ。
Gemini is a zoo out of Osaka in Japan.水平線感情の海の中曲街角の中探してるトピック今日もキスもの場所に入り浸るイヤホン装着浜辺ウォーキング過去にはソーリーこれは若さがゆえ孤独たしなみ島の愛を感じるお前も俺も同じ空を見ているはず海はなぜ青い花はなぜ咲くまさに答えなら No response 自然体にベイベイ時には丁寧生きる是非な痛みを知る全ての記憶ゆっくり紐ほどこれを感じろフィルソナーハイそれはいつもと変わらずスローなまま黒夕焼け落ちる様見つめてるまで好きさつらはい忘れたんじゃない Everything's gonna be alright 風吹く雨降る太陽がささいもう変わらない朝にありがとう星屑が落ちる宇宙に舞う空綺麗さお前は笑えてるか時にスムーズ時にルーク Baby 変わらず愛を歌う、yeah、夢のように全ては過ぎ去っていく不器用なままで明日の朝へのプロブレム一人一人それぞれの際次行く言葉たちにもありがとう自由気ままに彼女には彼女のルー赴くままに裸足で歩く I just want it ただそれだけ My mind 汚れてもまた咲き誇るだけどこの人と誰と人とステンバイミス決戦の向こうにも幸あれ変わっていく風景変わらない空変わっていく運命変わらない踏み足を止めない秒針街の提灯やがて月夜に照らされ涙を流す一日の終わりだけを握りしめてそれぞれの居場所へゆっくり戻る好きさつらはい忘れたんじゃない Everything's gonna be alright風吹く雨降る太陽がささいもう変わらない朝にありがとう星屑が落ちる宇宙に舞う空綺麗さお前は笑えてるか時にスムーズ時にルーク Baby 変わらず愛を歌う例えば普通に俺がいるみたいな感じで、うん、マリゴ降りてきた。なんかこんな死に笑ってたらちょっとあれやし、うん、今よかった普通に、うん、はい、ということで、はい、ミュージックビデオ水平線の向こうでした。はい、もう結構やられちゃいましたね、自分ゆったりしちゃいましたね沖縄で撮影ということで、そうですね、沖縄で、もういやバッチリ、あの YouTube 今もうアップしてるということで、そうですね、もう YouTube にちょっとアップして、はい、なんか YouTube で見れて、あとまあ適当になんかその iTunes とかでも、はい、検索したら買える感じなんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ここでまた質問が2件来ますね、はい、1件目大亮さんからで、はい、あのアマテラスくんの待ち受け画像ご利益ありましたかという質問なんですけど、アマテラスくんの、あ、そうですね、でもアマテラスのなんかこの待ち受け画像を、あのアマテラスってやついるじゃないですか、わかりますよ、そのアマテラスがこうマイク持ってる画像を待ち受けにするとご利益があるっていう、はい、あの例のバトルで、はい、なんか急に俺たちがツイッターに回してやってたんですけど、はい、俺そのアマテラスの待ち受け画像をしてた時にその宮崎行って生レバー食って食当たりして3日ぐらい寝込みました。それご利益なんですかね。いやもう不幸になるっす。あ、まあでもそのまあそう、そういうこともいろいろじゃあ、はい、まあ歩くパワースポットではないかもしれないという。いやもうなんかそのアマテラス自身はパワースポットですけど、はい、
そのなんか、まあ、他人に関してはもうその何ですか、悪用しようとすると悪影響を、ああということです。でもうもう一件、あのロイさんから、はい、ルード君の曲は沖縄っぽさがあってすごい好きです、はい、そういうグルーヴ感みたいなのって沖縄の人特有の感じなんですかという、まあでもそうです、沖縄のプレイヤーたちに特有のグルーヴを感じるっていうのは自分もありますね。どうなんですかね。でもなんかその話してて、はい、なんかその僕東京来て全然その東京の訛りっていうのが入ってこなくて、はあはあ、ずっとも沖縄にいた時と同じ喋り方をしてて、もう最近ではその例えばなんかなんとかやんにとか言っても、え、はい、あ、いろいろそう沖縄の、沖縄特有のグループが、なんとかやんに、なんとかやんにっていうのが、はい、なんとかじゃんみたいな感じで、みたいな、はい、まあ何々やんにって最初みんなふんって言うんですけど、はい、もうずっと俺と一緒にいるやつかはもうだんだん覚えて、ああそういうことねみたいな感じで反応してくれるようになって、なんかそのもう多分喋ってる時からフローしてるんだなっていう感じの、ああもう自然体に出てくるっていうのがその特有の話がフローなのかなっていう感じで、じゃあもうナチュラルな流れで出てる、はい、ちょっといくつか質問が来てるんですけど、この前ちょっと、まあ、後でこの質問を答えつつ、はい、で質問の特設の、はい、コーナーがあるということで、はいはい、今日は久しぶりに復活です。タイトルコールいきますか。はい、はい、では次のコーナーは、はい、せーの、天文堂、じゃじゃじゃーん、ドンドン、パン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 、ポン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 、ポンということで、はい、久しぶりにやってまいりました天文堂のコーナーでございます。さあ天文堂とはということで、はい、読んで字のごとく10個の問答ですね、はい、それはもうこれから私たちが質問をルード君に投げかけます、はい、それにパパーンと瞬発力で答えてもらうという、はい、ありました、この10個の質問を駆け抜けるという天文堂のコーナーでございます、はい、さあ早速、はい、行きますか、はい、はい、ということで答えられないときはパツって、あ、わかりました、あ、はい、これでってことですか。そうですね、これあのプーンという感じになってますので、はい、お願いしますね、はい、はい、そうですね、音だけ私がやるんで、はい、わかりましたということで、じゃあ答えられないっていうときはパツってやってもらえればいいです。ありがとうございます、はい、準備は OK でしょうか。はい、じゃあ早速天文堂、はい、はい、そうですね、じゃあコップさんが一つ一つ質問しててくださるということで、はい、はいはい、あ、わかりました、はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあいざ天文堂始めましょう、はい、よー、じゃあ天文堂スタート、はい、質問はって、ああ、自分ながらです、はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、グダグダな展開で申し訳ありません、はい、行きますね、仕切り直して、はい、ここから天文堂始めます。スタート、好きな食べ物は、オムライス。お気に入りの場所は、海。好きな女性のタイプは、沢尻エリカみたいなちょっと強気な感じの人。怖いものはありますか。怖いものはその幽霊とその沖縄先輩の人たち。初めて買った CD は、初めて買った CD はタワーオブパワーの多分セカンドぐらいの CD。 影響を受けたアーティストは、はウーア。今おすすめのアーティストを教えてください。今おすすめのアーティストは US だとチャンスザラッパーで、ですね、チャンスザラッパー。仲のいいラッパーを教えてください。仲のいいラッパーは、まあその沖縄の先輩のチコさんとか DDS さんとかですね。夏といえば、夏といえばかき氷。座右の銘は、座右の銘は口は災いのもと。ということで今、はい、駆け抜けました天文堂でございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこのちょっと天文堂を少しずつ掘り下げていくという感じで、はい、まあ、まず好きな食べ物もそこバーンときましたけど、はい、オムライスということで、はい、はい、この理由は、可愛いですね。いやーでもなんかあれですね、うーん、やっぱその勢いで言っちゃったっすけど、そんなに好きじゃないかなって天文堂ですからね、はいはい、まあ一応美味しいんで大体好きなんですけど、本当、本当何が好きなのか、一番じゃないかな、はい、本当はでもなんかそのめっちゃローカルなんですけど、はい、その地元に上間天ぷらっていう天ぷら屋さんがあって、ほう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 、その上間天ぷらのイカ天が好きです。あ、イカ天、はい、天ぷらということで、はい、お気に入りの場所海ということで、はい、やはりそれはもう、そうですね、なんかもう一時期ちょっと、まあ、病んだ時でも楽しい時でも全部海にいる時があって、あ、1週間毎日海いる時とか沖縄にいる時ザラにあって、うんうん、ちょっとなんかその東京来てこの前初めて車乗って海行ったんですけど、やっぱ違いますか。俺これ入れないなって。あ、全然沖縄の海とこっちの海ってまた空気感が違いますよね。違うかったっすね、なんか。
ということで次は、はい、好きな女性のタイプ、ちょっと強めのタイプということで、そうですね、なんかサージュリカみたいな、あ、うん、別にっていう感じのツンデレみたいな、なんかそのちょ例えばデートするじゃないですか、ちょ一日中なんかその何言ってもあうるさいうるさいみたいな、え、そういう人が好きなんですか、そう黙っとけみたいな、もううるさいみたいなって言われて、ちょっとなんかあごめんみたいながら歩いてで、なんかその一日終わってはい寝ますって時になんかちょっとなんか声かけても、まあ、うるさいもう早くあんた寝てみたいな感じでやられて、ずっと冷たいで、はい、冷たいからもうちょっと拗ねて、あじゃあもういいよ寝るからなって言ってちょっと寝るんですよ、はい、そしたらなんか振り返ってきて、今日の全部嘘だから本当は好きだよって言ってくれるようなそんな人があ、そうですねだいぶじゃあ、すごいツンデレっぷりで、それを聞いてちょっとまた振り向いて、え、マジって言っても、いやもううるさい早く寝てってまた切り替えるな、でもうルード君を狙ってる女性はもうツンデレがいいということで、ツンデレな感じの人が好きです、これはそうですね大丈夫だったっすか今の、もう全然大丈夫です、これが天文の醍醐味、はい、怖いものありますかということ、幽霊的なものということで、そうですね、なんか幽霊と沖縄の先輩、まあ、幽霊は幽霊と先輩、まあ、ぶっちゃけなんかその自分のばあちゃんとかの影響で結構その見えたりすることって、うん、本当にたまになんですけど、うん、あるんですけど、まあ、沖縄の先輩はやっぱそのいろいろ教えてもらったことがあるんで今でもやっぱもう本当何も言えない、何も言えないっていうか、もうちょ自分的にちゃんとしっかりしようっていう、そうっす、僕はたくさんですね、人間的な自信、雷、神、親父っていうぐらいですもんね、はい、そんぐらいもうなんかこう、そうですね、はい、もうということで次は、はい、初めて買った CD はということで、あー、はい、はタワーオブパワーの多分セカンドかファーストだったと思うんですけど、はい、そのタワーオブパワーっていうファンクバンドがいて、はい、うん、そのファンクバンドがめっちゃ好きで、なんかその俺昔ちょっと元カノと付き合っ元カノ昔彼女と昔の彼女と付き合ってる時にその惚れた理由がそのタワーオブパワーを買って持ってたじゃないですか、でその彼女にこの CD いいぜって言って聞かしたら、なんかあータワーオブパワーでしょ持ってるよって言って、なんか俺が知らないタワーオブパワーの CD を5枚ぐらい出したんですよ、でそれでなんか惚れてちょっと好きになって付き合ったツンデレな感じで知ってるよって言われて、知ってるからみたいなもうその自分の好きな音楽も知ってるし、その知ってるからのツンデレ感もそうです、あクリーンヒットしたという感じで、はあという感じなんですね、はい、影響を受けたアーティストということで、わウーアー、はい、まあそうですね、ウーアー一体感という話も聞いたことあるんですけど、なんかそのウーアーはなんかそのなんていうんですかね、地球と一体化してる感じがもうやばくて、うん、なんかそのなんていうんですかね、その人間性がもうちょっとグルーヴしてて、うん、そこにめっちゃ食らって、やっぱアーティストの中では一番もう本当っていうか人間としても一番尊敬してる女性ですかね、やっぱ。例えば今おすすめのアーティストはということで、チャンスザラッパーの名前、チャンスザラッパーがやっぱ最近よく聞いてて、めっちゃ歌も歌えてラップもできて、この人すごいなみたいな、かっこいいですね、チャンスザラッパー。仲のいいラッパー教えてくださいということで、まあまあチコさんしかり、まあ、DDS さんしかりっていう沖縄の人だったりとか、はい、感じですね僕は。チコさんももともと沖縄でもつながりはあったんですか、はい、そうですね、沖縄でも何回かあったら普通に話とかして、うん、まあやっぱ このこっち来ていろいろなんか遊んだりとか、やっぱその僕沖縄に住んでたんであれですけど、そうですね、この前も UMG じゃなくて、あの戦国と超ライブのなんかそのアンダー22のやつ出て、それ負けてなんかその俺ちょっと泣いてしまって、そしたらチコさんがお前泣くなって言って話しかけてきて涙もろい男がお前泣くなと、何泣いてればって来て、俺も普通にいやチコさんも UMB の時泣いてたじゃないですかみたいな話をするぐらい仲いいですチコさんは。いいですね、はい、夏といえばかき氷、あかき氷めちゃくちゃベタじゃないですか、そうですね、はい、思ってないこと言ってしまったっす、ね、天文のこれも醍醐味ということで、まあ、座右の銘は口は災いのもと、口は災いのもとっすね、これはもう本当うまい子人間のもとしては、口は災いのもとっすね、もうやっぱ言わないでいいことは言わない、はい、言うべきところはちゃんと言うっていうということで、そこはしっかり行こうっていう感じですね、はい、以上天文道でしたね、はい、ありがとうございます。これルード君 の、 あの氷山の一角が見えたと思われます、はい、今あの気になるラッパーだったり、はい、そういったいろんなものを調べるとルードアルファ君のあれがもうちょっとさらに深く分かるということで、はい、またちょっといくつか質問が来てるんですけど、はい、挟んでいいですか、はい、はい、じゃああの行きますね、伊藤優さんから、はい、レオクマ君との出会いを教えてください、 CD 毎回買ってます、第10回も頑張ってください、 ありがとうございます、はい、頑張ります。出会いは、レオクマとの出会いはなんかその僕ラップやめてた時期があるって言ったじゃないですか、はい、言ってましたね、その時期に KDT がまあお前ちょっと久しぶりにラップしに来いよって言って、
よく呼び出されてますね。そうなんですよ呼び出されたらいきなりフリスタイル仕掛けたりだいぶそうですね。いやいいっすいいっすよみたいな感じなんですけども、なんか多分その時まあ久しぶりに行ってやるかみたいな感じで行って、はい、そしたらなんかそのサングラスかけてなんかちょっと今時のこの上も白で下も白みたいな、なんかちょっとベープみたいなふかしながら歩いてるやつがいて、はい、なんかサングラスして、はい、なんかあルードアルファさんですよねみたいな感じで話かけてきてこいつ誰だばって思いながら、はい、あそうっすみたいな、まあ、自分もちょっと今こっちでラップやってるレオクマって言うんすよみたいな、よろしくお願いしますみたいな、はい、あよろしくみたいな、俺ちょっとイケてる系無理だ、なんかその苦手だったんで、はい、こいつ苦手だわって思いながら、はい、そのレオクマのライブを見た時にめっちゃかっこよかったんですよラップは。でそれで食らってなんかその俺もなんか手のひら返したように、いや君やばいよみたいな。いいですね、自分 の, その好き嫌いを超えて本当につながれるという。いやもうちょっと遊ぼうみたいな感じになって、はい、そこから仲良くなってって感じですね。よくも多分大体約2年ちょっと前ぐらいですね。前ぐらいに、あーそうで、はい、元は質問が、はい、来てます。バルバンマンさんから、あじゃあバルバンマンさん、さっき答えてたバルバンマンさん、バルバンマンさん、そうですね、さっき答えた質問ですね。これはリナさんからの質問ですね。リナさん、ルード君、先日は戦国超ライブお疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます。ルード君のまっすぐなバトルは本当に感動しました。はい、MC バトルの時に意識していることはありますかということで。意識ですか。はい、いや僕結構やっぱ今回のバトルとかも、はい、そのなんかあんまりみんなの前でちょっと真面目な感じださんとやばいなと思って、ずっと帽子こんなって深くかぶってブツブツなんか、はい、でなんかちょっと言いながらやって、ちょっとなんか近寄りがたい存在でいたんですけど、そんなぶっちゃけ意識してるものってなくて、まあなんかなんていうんですかね、殴られるのが怖いからやられる前にやるって感じのスタンスで、だからその今回とかもなんか結構俺こうなんかちょっと集中してるふりしてるんで、周りの人が集中してるふりなんですか。そうですね集中してなかったですえそのブツブツ言ってるのはあの演じてるだけで、いやそう、しかもそのブツブツ言ってるのはもうずっとその夏の千里沢にブラサンがあってっていうのを歌っただけで全然意味なく、アイコ歌ってる、全然アイコ歌ってなんか普通に、でも周りはやっぱあいつ今日集中してるからなんかちょっと違うなみたいな空気感を出しといて、本当はブツブツ宇都の星座にぶら下がって上から花火を見下ろしてっていうのを歌ってただけですね。まあそれが吉田の時、まあ主に意識する、そういう、そうですね、そこをちょっと集中してるふりっていうのを主に意識してます。じゃあもう今のもネタバレしたんでアイコ歌ってんじゃねえよって突っ込んでももう文句いないという、もう次言われたらまあなんかトーンとかのあのなんかえ何でしたっけ、ゾーンのあのし、あの君と夏の終わりみたいなんですか、はい、そうね、やっぱ今夏なんで夏系の感じで、旬なの歌ってんだこっちはと、はい、まあ、冬になったら冬系の感じでって感じでいきますということで、あもう一個、はい、質問が今、はい、タイムリーで1分以内に来ましたね、はい、上京して良かったと感じる時はどんな時ですか。あー上京して良かったと感じる時、あやっぱその女の人が、はい、なんていうんですかね、まあ、沖縄の女の人って結構顔濃いじゃないですか、はいはいはい、やっぱそのなんか女の人が可愛いっていうところとか、まあ、まあそこはあんま関係ないかな関係ないだろう、まあ、まあそうっすね、上京してよかったなって思うのは単純にこっち来てライブとか増えたとか、はい、そっちの面と、あとなんか街中とかで歩いてる女の人が今まで見てた人たちよりも可愛いっていう感じだけですねアルバムのそういうライブとか増えてということで、はい、まあ、これからもその状況してきて、はい、さて、じゃあこれからまた東京攻めたるということで、はい、そうですね、ということでそれと攻めたるこれからの動きとかをちょっと聞きたいですね、はい、そしたら音源だったりイベントだったりというのはどういう感じで、はい、やっぱその結構その今県外とかに、東京でもライブはもちろんやってるんですけど、県外とかにそのライブで行かせてもらうことが結構多くて、で今後の活動としては、まあ、その音源とライブ活動、まあ、バトルも全然出たりはするんですけど、はい、まあ、音源しかりライブしかりっていう、そういうなんか最終的には人にいいものを届けれるアーティストっていう存在になりたいんで、はい、なんかそこを今しっかりやっていこうかなっていう感じですね。これ音源のこれからの予定とかは、はい、今もう今の段階でもものすごくいろんな音源が出てるとは思うんですけど、そうですね、これ今後の音源のあれとかはなんか直近で何かあったりとかは、そうっすね、まあ、いわゆる告知等何かあったら、はい、音源はまあまあ今はまだ発表できない情報とかもいっぱいあるんですけど、とりあえず期待しててほしいなっていう、その今までとは違った感じの
ルードアルファっていう存在が見せきれればなって思ってます。 お願いします。いろいろ、まあ、爆弾発表があるかもしれない。そうですね、抱え持ってると。お願いします。はい、で今までその、まあ、これから爆弾発表も含め、はい、今までの軌跡をたどると、まあ、1,2,3 枚のアルバムが出てますね。出てますね。そうですね、はい、それに対してのなんかこれはこうだみたいな、ぜひこれは聞いてほしいって、まあ、もちろん3枚全部そうだと思うんですけど、はい、今画像を1枚ずつ出しながら、はい、ここら辺に出てるってことですか、はい、じゃあファーストから。はい、ファーストから。はい、そのファーストはゼロキャッチ、いつ作ったものなんですか。は2年、ゼロキャッチオーケストラっていうファーストはだいたい1年半前ぐらいに作って販売したやつで、それはなんかそのやっぱ初めなんで、ちょっとまあ若干ポップテイストな感じとかの曲で染まってて、でまあ2枚目のライフオーカー EP ってやつが、やっぱそこからちょっとガラッとシフトチェンジして、ちょっとヒップホップな感じで作った。それが出したのがスパンはどのくらいで。まあ、ゼロキャッチオーケストラは単純にある曲とかをやっぱ入れていったんですけど、はい、ライフオーカー EP は多分1ヶ月ぐらいで曲大体全部仕上げて。早いですねって感じで、なんかライフオーカー EP だけはその、全国版とかそういうの流通通してなくて、ゼロキャッチオーケストラは流通で通して、もう全部もうちょっと売れてもう廃盤になってしまったんですけど、ライフオーカー EP も、まあ、限定300とかでやって、もう今はもう全部なくなってしまった感じで。で、その次に出したアドレスセンスってやつが、その沖縄から自分が出ていく前にちょっと作っていこう、なんか作って最終的に何か残そうっていう、やっぱこの沖縄でこれをなんていうんですかね、行ってきますっていうためのなんかその、なんか置いていく置き土産みたいな感じでちょっと作ったアルバムで、なんかそれはまあ一応全国流通には通してなくて、まあ沖縄限定っていう形で今通してるんですけど、まあ一応その沖縄のショップの方に飛んでいただければ通販とかで買っていただけたりとか、まああとは地方ライブ行く時とかに何枚か持って行ってるんで、あとはまあそれは iTunes とかでも配信してるんで、ぜひチェックしていただければ嬉しいです。配信に関しては 1,2,3 枚の中だともうほぼ全部配信してるという形で、ゼロキャッチオーケストラとその3枚目のアドレスセンスは配信してるんですけど、ライフオーカー EP はちょっとそのストリート版という形で出したので、配信は全くしてないです、ね、全くなしで、はい、でも、ルード君のルードアルファのスペルを iTunes で検索していただければ配信でゲットできる、はい、そうですね、配信でアルバム2枚分はできます、はい、まだチェックしてない人はぜひチェックしてください、はい、お願いします。あとツイッター、ツイッター最新情報などはルドクのツイッターから、ね、そうですね、フォローしていただければまたよろしくお願いします。今後もいろんな情報が、いろんな情報が、はい、そしたらもうあと音源で耳でルドクの曲を聴いて、はい、ルドク生で見たい、ライブを見たいっていうイベントの告知とかだったりとかってあります？はい、イベントの告知ですか。まあそうですね、東京だったりやっぱいろんな県外とか、はい、まあ、近々8月13日に秋田とかに行ったりするんですけど、まあとりあえず、まあ、自分の口からはまだ何も言えないですけど、はい、武道館は見とけよ、おお武道館はとりあえず見とけよっていう感じで、はい、よろしくお願いします。武道館があれも見合わせつつということで、はいはい、追い続けます。はい、はい、お願いします、はい、追い続けます。いやラップの時間で、はい、ラップの時間も追い続けますし、はい、まあ、女性の方ツンデレなスタンスで、そうですね、ツンデレなということで、ツンデレな女性がやっぱ一番好きです、はい、ツンデレがもうやっぱもうツンデレ、もう本当に今スタジオの前にツンデレ女性が待機するぐらいな感じになるかもしれないんですけど、いや、はい、本当に。ちなみに今北千住にいるんで北千住にいるんでツンデレの女性はツンデレブラと本当のナチュラルにツンデレな方募集ということで、そうですね、なんかもう、はい、なんかその疲れたいから狙ってツンデレっていうよりか、なんか私ツンデレなんだけどみたいな人にぜひ、そうですね、もうねえって言っても、あ黙れうるさいしねって言ってくれるような人、そんなにツンデレ選手権をうるさい、はい、そこまでいいんですか。いやなんかやっぱ傷つくレベルとかではないですけど、まあなんかそのねえって言って死ねって言われるぐらい、いやそれちょっと言い過ぎたっすねちょっとまあちょっとツンデレな感じでなんかまあ、はい、そのみんなの前でツンデレなのに、はい、ちょっと最終的に俺しか知らないちょっと弱い部分があるみたいな可愛いところがあるみたいなそういう女性が僕はタイプです、ね、はい、ということです、ね、まあ、少しちょっと話がそれましたけど、はいはいはい、ぜひツンデレ選手権がラップの時間で行われるかどうか分かんないですかまあとりあえずそうですね、ということで、まあ、ちょっともういろんなことを聞きたいのは山々ですけど、はい、ちょっと時間は限られてるということで、はい、
もうそろそろ終盤の下りに入っていくということで、最後の質問に、最後の質問となりました。はい、はいはい、ここはもうコップさんからお願いします。ルーバ・アルマーさん、あなたにとってヒップホップとは？ヒップホップは、なんかその大嫌いでもあるけど大好きでもある存在ですね。なんかやっぱその自分がやっぱこの場所にいるっていうのも、その行ったらその KDT にの勝手な、お前は B-boy だろって決めつけたそのフリースタイルから始まるから始まったんで、やっぱ本当でそっからやっぱラップ選手権出たりとかいろんなこともあって、まあそのヒップホップ自体で、その例えば普通に生きてたら経験することがなかったようなこともあったかもしれないじゃないですか、やっぱそういうので悩んだりとかもあったんで、ラップやってなかったらこういうので悩まんかったのになっていうのもあって、もう本当になんか恨んでもいるけどマジで大好きだなっていう存在ですね、ヒップホップは。そうですよね、はい、はい、ということで、はい、以上、今日は、はい、ヒップホップよりはツンデレな人の方が好きです、まあ、ツンデレな人も通ずるものがあると、はいはいはい、よろしくお願いします。大好きであり大嫌いであるという、はいはい、普段ライブやあの映像では分からない、はい、いろんな一面がそうですね、そうですね、届いたのではないでしょうか、はいはい、まあ、まだそれも氷山の一角だと思う、はい、これからもルードアルファさんを、はい、ぜひチェックということで、よろしくお願いします、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日のゲストはルードアルファさんでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、いやいや、はい、楽しかったですね。もういろんなことまだまだ聞きたいことあったなっていう感じなんですけど、まあ、ぜひこれからはありのまま話してくれたので気持ちが良かったですね。自然体な感じで、はい、そうですね、まあ、今後の、はい、まあ、また来ていただける機会があれば来ていただきたいですし、はいはい、武道館の告知もぜひここでしますので、そうですね、はいはい、ぜひは、そうですね、はい、これからもルダルパークの、はい、の時間を追っかけるということで、はい、はい、ではね、ということで、はい、はい、次回は8月21日、はいはい、ゲストはブッキング中ですので、なんとなんと、はい、なんとあの人が来るかも、あの人なのかあの人なのか、はい、ブッキング中ということで、はい、はい、あの詳しくはツイッターラップの時間アカウントでご覧くださいまでします、はい、あっという間の1時間でございましたね、はいはい、夏満喫してますか？夏はめっちゃ満喫してますね、はい、最近よく歩くようになりましたねあったかいから、あったかいってのはあるし、やっぱそのやっぱ基礎的にそのそうです、有酸素運動が大切だなっていうのがあるんで、よく歩くようになりましたね。であとやっぱその結構いろんな事態に含めて携帯のチャージャーとか買うようになりましたね。どこにいても携帯の充電ができる、何ね、え、どういう意味、携帯のチャージャーを買ったり、ううよく歩くようにはなりましたね、はい、え、携帯携帯チャージャー？チャージャーですね。充電どこでもできるやつを買ったり、はい、よく歩いたりと夏を満喫してますね。なぜ？ポケモン。いやいやいや、夏を満喫してるんですよね。よく歩いて汗かいて、はい、そういう感じですね。はい、はい、まあ、次回ということで8月21日に、はい、ブッキング中のゲストが来るということで、はい、はい、ぜひ追ってはアットラップの時間にフォローをお願いいたします。はい。はい、ということで、はい、はい、まあ、ちょっと熱中症にはご注意ください。気づかない間に熱中症になったりもするので、はい、まあ、こまめな水分補給を、はい、お願いしますということで急に医者みたいになってでは8月21日、はいはい、またお会いしましょう。ありがとうございました。また8月21日